皆さんこんにちは。まゆりチャンネル着付け編第3回です。今日はいよいよ帯結びに行こうと思います。浴衣の着付けに関しては第2回のもので、ご紹介しているのでそちらをご参考ください。今日ご紹介する帯結びはリボン返しです。こんな感じの帯結びになってます。椅子にもたれたりとかもできますし、で可愛すぎなくって結構大人の方でもご愛用いただけるかなと思う帯結びです。では早速結び方を始めます。最初、手に持っていただく端っこの方があります。でこっちを手先って言います。で手に持っていない方の端っこを、垂れ先と言います。で、手先の方を始めこんな感じで半分に折っていただきます。で最初に取っていただく、帯の長さなんですけども、だいたい手伸ばして体の前、胸の前ぐらいを最初折って持っていただきたいと思います。この半分に折った方を半分に折ったものを右の肩にかけていただきます。で、右の肩にかけていただくんですけれども、この輪っかになった方が外側で、このバラバラの方を、耳って言うんですけど、この耳を自分の、右耳の方に向けていただいて肩にかけていただきます。で、この長さですね、この長さのところを、伊達締めの上、体の中心あたりに置いていただいて、まず一周していきます。ここでまず一巻き目をしっかり締めていただきたいので、右手でこの下、先ほどの三角の角持っていただいて、左手でこの上から来ている方の下側をグッと締めてください。でこの下側を締めていただくのがポイントで、帯っていうのは下でしっかり締まると気持ちいいです。で上で締めちゃうとこの辺でいいとかがありますんで苦しくなってしまいます。だから下がしっかり締まって上が楽に開いているっていうのがすごく楽な着物の着付けになりますんで、下同士を基本締めていきます。こうやって1回に締めます。で2巻き目はしっかりと、ずれないように1巻き目と同じところを通して前まで連れてきます。ここまで来ましたら、タレの方、今巻いてきていただいた方を広がっているのをまず半分に折ってください。下を上に折り上げていく感じですね。でこの状態でこの斜めのラインしきれいに右手でたどってください。これで左手でしっかり持っていただいたら、右手は手先を下ろしてきます。でこの時にですね、だいたいこの端っこまで長さ同じぐらいになっているといいかと思います。帯の長さによって最初、先ほどねこうやって取っていただいた、手先の長さが変わってくると思います。それは多少はね左右この手先と垂れ先の長さずれはあっても全然大丈夫なんですけど、ものすごく長さ違うよと思ったらここでもう一度調整して巻き直してください。で、手先を下ろしてきました。そしたら真ん中で結んでいきたいので、少し右手に持った手先を左にぐーっと寄せていきます。でこの時にこんな感じで寄せるの、じゃなくてこの根っこでねしっかり抜いていくようにしてください。抜いたら返してきます。抜いて返すんですけれども、この時一個こうなっているのを内側にひねってください。こうしていただくと両方ご自分の体に向いている方がバラバラの方、耳になるかと思います。この耳同士がご自分の方を向いた状態で1回結びます。この三角から
手先が出てきます。これでグッと、まず輪と輪を持ってグッと締めます。グッと締めたら緩まないように縦にひねってください。こっちが手先、下から来てるのが垂れ先です。で、まずですね、よいしょ、この垂れ先の方の結び目のすぐそばのところをババッと広げていただいて、で蝶々結びの羽を右側に作ってください。この時にこっちに結び目出てるけど逆方向にしっかり持っていきます。こうですね。でこれでシンプルに蝶々結びします。ここから羽が出てきます。この両羽が土台となりますので、両羽同じ長さになるように調整していただいて、で羽広げていただいてもいいと思います。よいしょ、こうやって広げていただいたら、よいしょ、次にこの余ってる先っちょですね、これを2つ出してきます。このここですね、この結び目のこのすぐ内側から出してきます。よいしょ、もう1枚こっちもですね出してきます。これ2つ出したらもう出来上がりです。で形作る時のポイントなんですけど、この、リボンの羽はこっち向いていただいてもいいし、こう向いていただいてもいいと思います。こんなになってても横から見た時にボリュームがあって素敵かなと思いますけど、これはどちらでもお好みの方にされてください。でこの2枚出しているやつの、出し方がちょっとポイントで、こんな感じで出しちゃうとすごくまとまりがない感じになるんですけども、この出てくる根元を揃えてあげる。でこの行き先をちょっと違う方向に向けてあげる。でこの出てくるところはこの幅の真ん中というか、真ん中がいいと思います。こんな感じで調整していただくと綺麗かなと思います。でまたこのね先っちょがちょっと長いなとか思ったら、この内側に引っ張ってあげると長さは若干調整は効きますんで、こんな感じがリボン返しです。で仕上がったら後ろに回します。この巻いてめくると中こんな感じですね。この真ん中の部分の下を右手で持っていただいて、左手で左脇の上を持っていただいて、時計回りに回します。逆向きに回すとこの襟はだけてしまいますので、必ず時計回りに帯を回します。右手が背中の中心に行きましたら、帯がしっかり後ろに行っているかと思います。これでリボン返しの完成です。今日は浴衣に合わせていただいて、これは着物にも合わせていただけるんですけども、リボン返しのご説明をしました。今日もご視聴ありがとうございました。